キャノンの現時点での株価は1853円です。今後どうなる ?1 年後の株価はズバリそこね、キャノン買い時今回のテーマです。1、キャノン株の現状は2、キャノンこれまでの株価推移は3、キャノンの株価は今後どうなるということで、まずは1番。 キャノン株の現状はというところから見ていきたいと思います現時点での株価は1853円です配当利回りは4.3%平均が2%ですので高配当です株主優待は実施なしです2番キャノンこれまでの株価推移はということですが 株価推移はご覧のようになっております後ほど詳しく解説をいたしますではキャノンってどんな企業なのかということですがカメラ、事務機器、採用手、応 a 機器メーカーでレーザープリンター、カメラは世界シェア1位の企業ですキャノンの事業ですが4つの柱がありますオフィス、カメラ、医療機器 産業機器。この4つの事業を行っています。それぞれの売上の内訳ですが、オフィス事業が46%、カメラが22%、医療機器が12%、産業機器が20%になっています。では、キャノンはどのように生まれたのでしょうか。観音から、観音、 そしてキャノンへすべてはカメラ好きの青年たちから始まりました世界一のカメラを作りたい1933年東京六本木に正規工学研究所を創立します創立者は吉田五郎そして義理の弟の内田三郎そして内田の部下であった前田武雄この3名でした 1934年日本産初精密小型カメラ試作機完成観音と名付けます観音菩薩の慈悲にあやかりたいという気持ちからその名前を付けてさらにレンズには釈迦の弟子の名前をその名もカシャパ1935年世界で通用するカメラのブランド名として キャノンが採用されます1935年製品第1号完成ハンザキャノン日本カメラ業界に大きな影響を与えました1937年精密工学工業株式会社設立カメラ製造の仕上げはすべて手作業体制でしたその後社員から 自分たちの手でキャノンカメラ用のレンズを作りたいという声が上がり1937年レンズも完成 X 線撮影用のレンズにも携わりました1942年正規工学工業株式会社社長に三田来武氏が就任します元は医師でした医療機器の開発や推進にも力を入れます 1945年太平洋戦争物資欠乏巨脱状態が国内に蔓延し会社を一時閉鎖へ戦後進駐軍にカメラ公表需要が高まり会社復興1947年キャノンカメラ株式会社に社名を変更しますブランドと社名を一致させます1949年株式上場 1950年アメリカに視察と売り込みへしかしカメラは素晴らしいがメイド・イン・ジャパンであることそして本社工場が火災に弱い木造建てであることを理由に拒絶されますそこで帰国後すぐに不燃性工場を購入世界を視野に入れたキヤノンの近代化の礎を構築していきます。1950年代 高級三十五ミリカメラ続々と販売。千九百五十四年以降、朝鮮特需で輸出増加や商品支給が大幅に上昇したことによって人無期期、高度経済成長期の幕開けとなります。白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫の三種の人気顕現。千九百五十年代半ば、海外展開へ入浴視点。 ヨーロッパ視点を開設します業績も飛躍的に伸び現在のキャノンロゴを制定当時カメラはまだまだ高級品我々でも買えるカメラを作りたい社内で白熱した議論の結果1960年キャノネット発売2万円を割る価格で大ヒットです1960年半ば高度経済成長時代 イザナギケーキでカラーテレビクーラー自動車の新3種の神器兼電電気分野にも進出し多角化にチャレンジしていきます世界初、電気意識電卓販売。1967年スローガン「右手にカメラ左手に事務機」ということで多角化を一層推進していきます。輸出比率は50超 1969年キャノン株式会社へ社名を変更しますその後も多角化で画期的な製品を販売し続けますさらに成長していきます1971年最高級一眼レフカメラキャノン F1 発売ですプロの要求に応えました1970年1970年代次々とカメラを発売していきます キャノネット G317 は10年にもわたるロングセラーに1970年代さらに海外展開台湾ドイツフランスオーストラリアシンガポールへと展開していきます79年には海外売上が1,000億円を突破します1980年代ビデオカメラへ進出初の8ミリビデオカメラ発売です オフィスから家庭用までインクジェットプリンターも売り上げの大きな額に1986年バブル経済スタート1987年オートフォーカスカメラ市場に遅れを取りながらも EOS650 発売国内海外でシェア1位を取ります1989年日経平均最高値 三万八千九百十五円。しかし、千九百九十一年、バブル崩壊で株価急落です。千九百九十五年、御手洗藤尾社長就任です。選択と集中ということで、財務体質を強化します。経営資源を利益率の高いプリンターカメラ。 半導体製造装置などに集中して、生産性向上に成功していきます。就任前には8400億を超える負債がありましたが、事実上、完済していきます。1999年、IT バブル。2000年、大ヒット、イクシー発売。デジタル時代に突入。発売と同時にトップシェアを取るヒット商品に、 2003年理想な銀行へ公的資金を投入金融不安を止めます2004年デジタル化の進化画質機能操作性あらゆる機能を向上させていきます2008年デジカメ全盛期当時業界全体で出荷台数が1億1,400万台ありましたが 2018年には1050万台と10分の1以下になっていくことになります2008年リーマンショック100年に一度の経済危機ということで売りが売りを呼んで株価は急落2009年バブル後の日経平均最安値更新2013年アベノミクスで異次元の金融緩和2014年 米国半導体企業を買収です最先端の半導体製造技術を持つ米国モレキュラーインプリント社を買収次世代装置の投入で巻き返しを図る目的がありました2015年中国バブル終焉へ2016年トランプ大統領誕生米国での大型経済投資に期待から トランプ相場が発生し株価は上昇へ2016年東芝メディカルシステムズを子会社化します東芝メディカルシステムズは医用画像診断機器の国内ナンバーワンメーカーです CT 国内シェア主位 X 線診断システムも国内主位超音波診断システムは2位ということで今後に期待されています2016年スマートフォン 普及率へカメラ事業の需要は急減していきます2017年 EF レンズ1億3,000万本累計生産数達成 EOS シリーズは9,000万台とカメラ好きには根強い人気も2018年米中貿易摩擦世界経済への先行き不透明感から株の売りが発生します 2019年構造改革オフィス機器やカメラの市場縮小に合わせて約300億円をかけて構造改革へそして今年2020年コロナショックということで第2四半期の純利益がマイナス第3四半期の減収減益も持ち直して情報修正を行っていままますここれまでのの解説を1枚ににととめるとこのようになります。 3番。キャノンの株価は今後どうなるキャノンの現時点での株価は1853円です。今後どうなる予想の前提です。キャノンの売上状況です。売上推移はご覧のようになっております。直近2年間の業績推移は、売上高は2期連続で減収、営業利益も 前期に減益に転じており、前期の減益率はマイナス -49.06%。次 49. 期には横ばい、もしくは増益に転じる要素があるかどうか、戦略的大転換が実現するかどうかを確認する必要があります。キャノンの売上高の内訳です。2019年度の売上高は3兆5993億円でした。 内訳はオフィス事業が46%、イメージングが22%、メディカルが12%、産業機器その他が20%でした。そして海外比率が76%です。キャノンの地域別売上高の構成比です。日本が24%で8725億円。 米州が29%で1兆291億円欧州が25%で8,825億円そしてアジアオセアニアが22%で8,092億円です。営業利利益益の内訳ででですす年度は億円でした利益率ですが オフィス事業が9.9%、イメージングは5.9%、メディカルが6%、産業機器その他が2%になっています電気機器業界のランキングです売上高ランキングではキャノンは7位になっています売上高と営業利益率の比較はご覧のようになっております 電気機器三社キャノン、ニコン、リコーですが売上の比較はご覧のようになっております営業利益の比較です三社の時価総額比較ですがキャノンは2.5兆円ニコンは2455億円リコーが5192億円です投資指標です 予想 PER は37.29倍、実績 PBR は0.77倍と、やや割安感があります。株価と営業利益の推移です。ご覧のようになっております。現在、株価と営業利益がほぼ同じということがわかります。実力と株価についてです。株価が過度に実力以上になると最高値を記録して下がり始めます。 株価が過度に実力以下になると最安値を記録して上がり始めます。ですから、投資において最も重要なことは、基礎的な指標、ファンダメンタルズから実力を見通すこと。なぜならば、株価は短期的には上げ下げを繰り返しながらも、長期的には実力に見合った株価に落ち着いていくからです。ということで、キャノンの1年後の株価はズバリ 1861円を予想したいと思います。以上です。ありがとうございます。幸運を。